マイナンバーなんていうのを何でもかんでも紐付けして、そしては管理していこうというやつだから、ちょっとまい。さにこれ自由の問題です。しかも事故るわけです。そそうれでだすけのね。情報をコンピューターの中に集まるということは、盗まれたり間違えたりする危険性も増えるわけで、しかも個人情報がそれで、ね、出てくる。これから医療とか、もっと言うと銀行口座にまで紐付けるとかね。それから保険証と紐付けるとか、わけわかんないこと言ってるじゃないですか。そうですね。これはファシズムです。だから、まあ自由っていうことを二度と口にしないでほしいですね。いや、で、本当世です界的にね。こんなことをやってる国はないんですよ。